皆さんこんにちは。今鬼怒川温泉駅前にいるんですが、今回はありがたいことに奥鬼怒温泉郷の八丁の湯さんよりご招待いただきましたので、一泊二日でそちらに行きたいと思います。それではまずバス乗ります。ここ鬼怒川温泉、山に囲まれた自然美しい場所なんですが、今から行く奥鬼怒温泉はさらに自然が深いと聞いております。これは楽しみですね。だいたい90分ぐらいのバスなんですが、なんと途中休憩があるんですね。そうです、八丁の湯に行きますね。はい、いや初めてですね。はい、そうですね。でもすごいところですね、ここ自然がいっぱいで。これよりもっと自然に中入ってくからね。あ、本当、もっと中入ってくるんですね。あ、そうですか。楽しみですね、ここ。ここはね、すごいですよ、秘境ですよ、本当に。秘境ですよね、ここ。あ、風呂もいいですね、やっぱり。あ、本当です。行かれたことあるんですか？もう何回かね、若いうちに。あ、若いうちに。あの、目をとぶちからなんか歩いていこうかなと思ってて。今日は最高です。あ、今日最高ですか。スタイルいいから登れる。ありがとうございます。そうなんです、山にの好きとか山にいられる方って全員いい人ですもんね。そうなんですよ。あ、そうですよね。あ、すいません、ありがとうございます。ここの人も優しいですね。それでは時間なんでバス乗るとしますか。忘れ物ですか？大丈夫です。ありがとうございます。夫婦淵到着しました。ここからは日光国立公園なんで、一般の車が入ることができません。なんで歩いていくか専用のバスで行くかのどちらかになりますね。もちろん私はこの大自然を味わいながら歩いていきたいと思います。で、今ね、ちょうど京都丸八丁の湯さんのバス来てますね。このようなバスでも行くことができます。それでは行くとしますか。まず最初にこの橋を渡っていく格好ですね。おー、水の流れる音が聞こえます。のっけからこの雄大な大自然のお出迎え。関東最後の秘境と呼ばれるだけあって、素晴らしい風景が広がっております。おー、そしてお次はこの階段を上がっていくということですな。ここから階段の雰囲気が変わりまして、より自然の中に行く感じがしますね。いいぞ、こういうところ。まず山の中を歩いて極上の温泉宿を目指すというシチュエーションがたまりませんな。ここ
ところどころ看板あるんで迷うことはありませんね。八丁の湯約 3.5 キロで約60分です。川の流れる音に虫の声、やはり自然は癒されるな。おお、川に出ました。ふぅ、こんにちは。今の季節は歩いていても少し汗ばむぐらいで気持ちいい。おお、また橋が出てきました。かもいい味出してますね。横を見てもこのように素晴らしい自然。あとね、かすかに硫黄の匂いするんすよ。これはいよいよ近づいてきたか。このワクワクがたまらない。今日の宿は歩いて1時間半かかるということで、昔バスがない時代は皆さん歩いて行かれたんじゃないでしょうか。しかしそれだけ魅力的な温泉ということじゃないでしょうか。さあもう着きますよ。おー、着きました。今日の宿、森の中から急に出てまいりました。この憎い演出、まさに自然と共に生きる宿、素晴らしいです。あたりはもちろんこの景色、素晴らしい風景が広がっております。綺麗、そしてのどかなんすよね。それではチェックインします。自然の中にポツンと佇み、その歴史深き顔がある一面、どこか人を包み込む優しさも伺える、そんな素敵な建物ですね。あ、すいません、お待ちしておりました。すいません、今日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。すごい周り、自然がいっぱいでとても素敵なところだなと思って。ではね、大きい版の方で館内の案内させていただきたいと思います。あ、わかりました。ありがとうございます、はい、ではどうぞこちらの方ご覧ください。こういった今のおかげ、これ昔これだけ雪が積もってたりとかすごい古いんですね、はい、もうこれ玄関見てもらうと全然変わってないっていうのは、ね、あ、本当だ。玄関はじゃあ当時のままなんですね。そうですね、昭和4年が創業になります。昭和4年創業、はい、ですから1929年になりますので、今年で94年ですか、はい、すごいですね、はい。この風呂はね、今も残ってまして、あ、まだ残ってるんですね。使っております。今私たちはここは雪見の湯と呼んでおります。雪見の湯、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。着きました。
ここが今日の部屋303ですね。それでは入るとしますか。おー、障子がもう一枚。ここが今日寝床となる部屋です。まずこのランプが部屋を照らしているという雰囲気がいい。下を見ると重厚なテーブルに、これ鍵なんですが木についているというのが味があります。でお茶セットがあって、お菓子あります。夜のお供になりそうですね。美味しそう。でその下には、おー、ふかふかだ。この座布団、ここに座ったら絶対気持ちいいやつですね。でこちらを見ると、おー、ブランケットですか。宿にブランケットあるの珍しいんですが、この宿の優しさを感じます。隣には浴衣もありますね。ありがたいです。でこちらは、おー、羽織るものあるんですが、渋い。後でこれ着たくなっちゃうな。でこちらに目を向けると、テレビがあり、ポットがあって、これ夜ね、ここに電気をつけると綺麗なやつです。このゴミ箱だっておしゃれですよ。そして、外にも出られるという素晴らしい作りになってるんです。こんな素敵な景色を見ながら、ここでお茶したら美味しいでしょう。そんな素敵な部屋なんです。それでは早速、この宿の魅力の一つでもある温泉に行ってきます。これは楽しみです。この宿、内風呂と露天風呂があるんですが、まず内風呂から入りますか。それではいざ。おー、昔の面影が残ってます。この真ん中にそびえ立った柱がいい味出してます。ここも気持ちよさそうです。ではまず、いきなり気持ちいい。この宿、露天風呂もあるんで、そちらにも行ってみましょう。
こちら側が露天風呂です。それではいざ。おー、なんと開放的なこの自然に囲まれての露天風呂。これはもう気持ちいいでしょう。雄大だ。最高の露天風呂。しかしここ一つだけじゃないんすよ。こちらにもう一つあるんですが、なんと滝が望めるという絶景露天風呂。これを見ながら入れるなんて、これほどの贅沢はありませんね。素晴らしい湯の上に絶景まで見れるという最高の温泉でしたね。そして宿もう一つのお楽しみといえば夜ご飯です。お腹減りました。ということで今から夜ご飯食べてきます。あ、こうすごいいいですよ。いい感じ。はい、いい感じです。ありがとうございます。すごい景色と、あとお風呂すごい良かったです。あ、またありがとうございます。はい、ゆっくりできました。ありがとうございます。こちらは季節野菜の炊き物でございます。こちらはイオナの塩焼きでございます。 ありがとうございます。ちっちゃくしたような温泉だね、うん、奥の中も漫画に出てくるような、うん、いきます。地元の島で、あの居酒屋で、なんかどこか何個入りだろう。何個入りだろうね。そうそうそう、次だろう。うなぎね。じゃがいもをなんか冷凍してってなんか出すんだ。冷凍したやつ。それもね、初めて食べたのかな、もう枝豆。こっち帰ってきていろいろ探したら、スーパーにだが茶豆売ってました。ね、飛びついて買ったけど、昨日ご飯も美味しかった。そこは、うん。で、そしたらそれがね、本物の、うん、あの魚沼産コシヒカリで、その全然ブレンドされてない漁師からそのまま、あ、漁師は行くのか。
言うば。味がまろやかなんすよね。これまた見事な鮎。すいません、ご飯のおかわりお願いします。はじめまして、失礼します。すいません、あ、すいません、ございます。そろこいつが出来上がったな。豚の赤味噌鍋ですね。具沢山、美味しそうです。味わい深い。あ、すいません、あ、おかわりお願いします。すみません、失礼します。よろしくお願いします。あ、すいません、ありがとうございます。
大丈夫です。ありがとうございます。お腹いっぱいです。お待たせいたしました。ありがとうございます。こちらはテラタのプリンでございます。ます。お皿下げます。はい。美味しい。ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。すごいおっしゃってです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、最高に美味しい夜ご飯でした。あと、この宿ね、外国の方が働かれているんですが、どの人も優しくて、そしてフレンドリーなんすよ。日本のことが好きで、たくさん勉強しないと、ここまでできることではありません。彼らのおもてなしを受けると、日本ってこんないいところがたくさんあるんだよと言ってもらえている気がして嬉しくなりました。そんな素敵なところです。ということで、お腹もいっぱいになったところで、食後の楽しみといきますか。いつもはコーヒーなんですが、今日はお茶でいってみますか。そして今日のお茶のお供がこれ、絹の清流です。表面はしっとりとした感触、これまた美味しそう。上品な甘さに優しい味わい、これまた最高ですな。そしてこのお菓子を追っかけるように飲むお茶が最高なんです。合うなこれまた。この宿ね、ラウンジもあります。ここです。おこんばんは。こんばんは。すいませんね。とんでもないです、もう。ここも素敵なところですね。ありがとうございます。これすごいですね。あ、ヘラジカなんですね、すごい迫力です。でここスタッフの方もなんか外国の方多いじゃないですか、はい、日本の文化を理解してないとなかなかできないし、その日本語も勉強しないと日本流儀のお気遣いできるんで、はい、すごいなと思って。そうですね、ネパール、ベトナム、フィリピンの方を、はい、3カ国もいるんですね、はい、で会ったら挨拶とかなんかいろいろフレンドリーに話しかけてくれるんで、はい、すごい楽しいですね。ありがとうございます。ハッチョの人はそういうスタッフがから成り立ってるっていうのが現実。ああ、そうなんですね、はい、これ昔ってバスないんじゃないですか、はい、やっぱりこう歩いてここまでみんな来てたんですよね。そうですね、いや大変ですよね、昔の人、はい、
なんか昔の話するの好きなんですけど、はい、なんかそういった昔どうやって来てるのかなとか、昔の方がどういう思いでここまで来るのかなとか、ちょっと考えるの結構好きなんですけど。ですから昭和4年っていうと戦争始まる前ですね。そうですね、車もそんなほとんどないですよね。この周りが大自然に包まれてという環境が、なかなか味わえるその環境ないもんですから、はい、そういった電子機器とか使わなくて、もうこのなんか自然に身を委ねて、なんかお風呂入ってご飯食べて寝るみたいなのがなんかいいんですけどね。はい、でももうなかなかこの雰囲気は味わえないですからね。これだけは守っていきたいというか大事にしていきたいですね。そうですね、はい、続けていただければなんか嬉しいんですけどね。頑張ってまいります。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。ここのスタッフの方はとても優しくて、すっかり話し込んでしまいましたね。それでは楽しいひとときを終えたところで、また温泉に行くとしますか。今日は優しい人に囲まれ、そしてこの大自然にも囲まれるという最高の一日でした。ということで本日はこれにて、おやすみなさい。この雄大な大自然を体全体で味わいながら、素晴らしい温泉に浸かることができる宿、ここ八丁の湯よりおはようございます。それではまず温泉行ってきます。今日も変わらずいい湯でした。それでは朝ごはんまで時間あるんで、少しゆっくりするとしますか。
ございます。でお鍋では豚汁が入ってございます。火をつけさせていただきます。あ、お願いします。おかわりお願いします。ウーロン茶。
ダラ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 2時間飲んでくれる。あ、大丈夫です。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。ありがとうございます。それでは時間なんでチェックアウトします。この宿も都会の騒乱を避け、自然と共に癒される。そんな素敵な宿でしたね。では行きましょう。ログハウスのツインのベッドはあるんですね。そちらの方も見せていただけるということで。ああ、大丈夫です。わかりました、大丈夫です。こっちがログハウスなんですね。ああ、素晴らしいところです。あ、ここですね。ああ、なるほど。あ、ここから入るんですね。ああ、トイレと洗面所がついてこれは全部木造りでとても落ち着く内容です。外もすごくいい雰囲気ですよ。あ、すいません。あ、すいません。ここもすごい景色ですね。いや、目の前が川という絶景です。これは一度嫁さんと来たいところですね。廊下からしてもう素敵。おお、これは広いですね。あ、すごい。テーブルもとてもゴージャス。あ、こっちにベッドルームが。なんという、これ外に出ますとバーベキューセットあります。あ、そしてこれお風呂もあるという。これお風呂もあるんですね。あ、露天風呂付き。あ、中にもあるんですか。中にございます。あ、すごいですね。ここも、はい、すごい広いですね。あー、これはおしゃれです。ありがとうございます。すごい楽しかったです。日本語すごい
上手ですね。まだまだです。あ、まだまだですか。ありがとうございます。勉強されてどれぐらい経つんですか。勉強されても5年になります。あ、5年ですか。はい、5年でそんなに喋れるんですか。日本やっぱり好きなんですか。あ、好きですか、やっぱり。あ、そうなんですね。あ、留学生だったんですね。ここは楽しいですか。楽しいです。楽しいですか。休みの日も下に降りて、みんな、ここはみんな住み込みますから。あ、住み込みですよね。そうなんです。あー、なるほど。あー、いいですね。こういうところ本当に楽しい。楽しいですよね。皆さんとてもなんか優しくてフレンドリーだから、なんかリピーターのお客さん結構そうですね、多いですよね。いや、ありがとうございました。どうもありがとうございました。すごいいろいろ説明していただいて楽しかったです。すいません、ありがとうございます。今度はね、ゆっくりあの車からあの、そうですね、本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。バイバイ。いやー、最高の宿でした。宿もいいが、人も素晴らしい。またいつかここに行きたくなっちゃいますね。それでは行くとしますか。あ、すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、30分かけて夫婦淵の方まで運転していきます。外の景色見ながらゆっくりとご乗車ください。それでは発車いたします。よろしくお願いします。そうです、まさに秘境ですね。こうやって見ると本当に谷の合間にあるという、はい、すいません、本当にいろいろすごい楽しかったです。すいません、本当にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。あ、それでは失礼いたします。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。一泊二日の旅となりましたが、八丁の湯のスタッフの方が優しくて、おかげさまで記憶に残る素敵な旅となりました。本当にありがとうございました。ということで今回はこれにてお疲れ様です。